皆さんこんばんは、うちのアタックチャンネルです。今回はこの世の果て感がある駅を通る地下鉄谷町線に乗ってみたということで動画をお伝えいたします。まずは谷町線の概要について説明いたします。大阪府八尾市の八尾南駅から途中は天王寺や東梅田などを通って大阪府守口市の大日駅までの26駅、全長約 28km の大阪メトロ、いわゆる大阪の地下鉄の路線となっております。直通運転は行っておりません。そして現在は八尾南駅の構内にいるのですが、まずはちょっと薄暗い通路を歩いていきます。ところで谷町線はこの世の果て感がある駅を通る地下鉄と言いましたよね。それではその光景を今からお見せいたします。3、2、1。そう、左側の方に出るとなんとこんな感じですごい広大な空き地が広がっております。なんか地下鉄の駅の駅前って感じがしないですよね。この空き地一体何なのかと言いますと、かつてこちらは八尾空港の一部となっており、エプロン、いわゆる飛行機の駐機場だったところとなっていたようです。しかし1984年に廃止され、現在でもそのままの状態となっているようです。八尾空港は八尾南駅から徒歩約15分のところにある大阪の空港で、定期便の発着はなく、主に航空宣伝、操縦訓練などの事業用や自家用の小型機やヘリコプターなどが発着する国が管理している空港となっております。しかしずっとさすがに放っておくわけにはいかないようで、再開発する話も一応出ているようです。ただ近くには八尾空港もあるので、建物の高さ制限などそういったところがちょっとネックになっているようです。そして空き地の隣にはこんな感じで谷町線の車両基地があります。そして同じく空き地の近くにはこんな感じで駐輪場もあります。そして空き地がある方とは反対側の入り口2号というところからはこんな感じで谷町線の車両基地を一望することができます。代わって改札を出て右の方へ進むとこんな感じでロータリーがあります。先ほどまでの光景と比べると同じ駅の駅前とは思えないですよね。八尾南駅のホームにやってまいりました。駅の構造はホーム1つに対して線路が2本となっております。そしてホームからも車両基地を見ることができます。そしてこんな感じで使われていないホームもあります。使われていないホームには駅名表もありました。それでは今回乗ります22系という電車の車内をご紹介いたします。30年以上経過している電車なのでこんな感じでちょっと古さを感じます。ドアの上には広告などがあるスペースとこんな感じで LED があります。反対側には新型車両3万系もやってきたのでご紹介いたします。ドア上にはこんな感じでディスプレイとどちらのドアが開くかを示すランプみたいなものがあります。
けでだいたい52、3分ほどで大日駅に到着いたしました。こんな感じでホーム一つに対して線路が2本の構造となっております。大日駅の駅前はこんな感じでイオンや大通りなどがあり、結構にぎわっている感じとなっております。また大阪モノレールも大日駅を通ります。というわけでここまで谷町線をご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。八尾南といった地下鉄の駅前らしくないところを通るなど、こちらもまた面白いのかなと思います。再開発の予定もあるようなので、そうなればまたにぎわいが出ていいですよね。また今回乗りました22系置き換えの予定があるようなので、記録や乗車はお早めにされた方がいいのかなと思います。ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで終わりとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。